はい、今回はね、アニメポケットモンスターのお話をしていこうかなと思います。4月14日、金曜日からね、ポケットモンスター新シリーズが初公開となりました。現在ね、 YouTube の方でも1話の方と2話の方が見れるんで、ぜひね、まだ見ていないという方は見ていただきたいんですが、サトシのね、前回の物語、私もね、世代だったので初回から覚えているんですけれども、あの物語が終わって新しい新シリーズということで、もうなんかこう期待を戻らしてね、キャラクター情報とかね、事前に出ていたんですけども、どんなエピソードになるのか非常に楽しみにしていました。で、結論から言ってしまうと、結構やっぱ新時代のポケットモンスターかなという感じで、めちゃくちゃ面白かったです。今後のね、展開的なんかちょっと最近のアニメーションって感じもね、やっぱ雰囲気としてあるんですけれども、ポケモンという部分だったりとか世界観も非常に良かったなと思います。果たしてどんなね、物語になるのかってところなんですが、今回この第1話第2話ね、テレビ放送された分を振り返っていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか、考察等あればね、コメントでお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていこうと思うんですけれども、こちら第1話第2話ということで、主人公であるね、リコが中心に描かれる初回の1時間スペシャルとなっておりました。学園ものなのかなというね、ストーリー展開と思いきや、第1話でいきなり学園を去るという、なんとも贅沢な急展開となっております。もしくはね、これ話が進んでいくとおそらく長編になると思うので、その中で学園的なものもね、どんどん入ってくる可能性も全然あるかなと思います。何よりね、主人公のリコ、めちゃくちゃ可愛いですね。これも可愛さという部分では、予想よりちょっとね、いい意味で違って、かなり良かったかなと思います。これね、巷でもかなり評価されていたかなと思います。例えばね、自分のことヒロインって呼んだのはね、笑いましたね。メタ的発言ができるヒロインっていうのは大体愛されるんで、そういう要素もしっかり抑えているなと思います。あとね、今回こちらポケットモンスターシリーズといえばロケット団って言いましたけれども、そうではなくて、今回っていうのは、エクスプローラーズというね、こう組織があって、そこから出てくるのが敵というかね、もうちょっと敵対してくるようなキャラクターとなっていて、その中でアメジオって言いましたよね。超イケメンっぽい感じなんで、結構ファンキャーキャー言われるんじゃないかなというキャラクターでしたね。で、今回ポケモンこちらソーブレイズをね、出してきましたが、むちゃくちゃかっこいいですね。これ男の子たちがこう燃えるようなデザインだったりとか、炎とゴーストタイプということで、ちょっとかっこいいなって思いました。そして今回注目すべき点なんですけども、キャラクター設定の方が出ていた、このリコのペンダント、一体何者なのかなっていうところなんですが、結構危機的な状況に陥った時に守ってくれるシステムという感じになっていました。おばあちゃんからね、もらったものという形で、大事にしまっていたものなんですけれども、それがね、リコの命を助けてくれたというね、展開となっておりました。ただね、これペンダントが光って守るだけではなくて、その中からポケモンが現れたんですよね。で、これね、もうほんとね、いろんなところで言われてるんですけど、おそらくテラパゴスじゃないかなと言われております。で、このテラパゴス、何なのかって、ご存知じゃない方もおられるかもしれませんが、2月27日にポケモンプレゼンツでダウンロードコンテンツとしてね、ゼロの秘宝が発表されたんですが、ゼロの秘宝の愛の円盤の方で登場する、トップに出ていく、伝説のね、ポケモン的なところで描かれているこのテラパゴス、いるんですけれども、これの、ね、進化前なのかなと言われております。ちなみになんですが、こちらね、後編の方となっていて、2023年冬以降の配信予定となっているダウンロードコンテンツとなっております。結構ね、もうすでにここで出してよかったのかなというところはあるんですが、おそらくこのポケモン長編になることも考えて、この作品とゲームとの連動性というところをね、深く持たせてくるんじゃないかなと思います。これも踏まえてなんですけども、このポケモンのワールドっていう世界観めちゃくちゃ良かったんで、改めてね、こう今までのポケットモンスターもポケモンの世界だよっていう部分じゃなくて、逆に世界観があってポケモンがいるというね、そういう雰囲気が良かったですね。そしてね、ニャオハとリコの出会いっていうのも、サトシとピカチュウの出会いとこう同じ距離感、ちょっと違うけれども重ねている雰囲気も非常に良かったかなと思います。そしてね、ラピュタがトレンド入りしましたね。これね、私もね、見てる時思ったんですけども、なんか雲の中に行くとか、飛行船みたいなもの乗っているとか、本当ね、ラピュタのような世界観となっていて、ペンダントもそうですよね、飛行石なのかなっていうところでトレンド入りしていて、ちょっと面白かったですね。で、もう一点注目すべき点なんですけども、キャプテンピカチュウ出てきましたね。はい。このピカチュウね、すごいね、ちょっと燃えましたね。尻尾で立ってる姿もすごい可愛かったんですけれども、サトシのピカチュウと大きく違うところは、ボルテッカーとかね、影分身、雷パンチと、こう、サトシのピカチュウとはまた違ったね、タイプの戦い方をする、接近型のね、ピカチュウとなっているんですよね。むちゃくちゃ強くて良かったですね。初代ポケモンから知って身分からすると、ピカチュウっていうのはもともとそんなに注目されるキャラクターではなかったけど、アニメのポケモンで注目されたところから今までに至るところがちゃんとね、続いているっていうのも非常にいいかなと思いました。で、このね、キャプテンピカチュウのトレーナーというかね、フリードいるんですけれども、バトルも得意な戦うポケモン博士なんですよね。これ博士なんですよね。めちゃめちゃイケメンなんで、こうなんかちょっといいですよね。
そして今回ニャオハが捕まり次回へとなっております。 いきなり主人公のパートナーが連れ去られてしまうという急展開となっております。まあ、この先にどんどんどうなっていくのか、まあ、ゆっくりストーリーは進んでいくと思うんですけれども、何かこう謎的なものもまだあるし、まあ、ロイの方もねまだ全然出てきてないのでその辺注目かなと思います。あと声優の方もね、ニャオハをね林原めぐみさんが続投するなどね、ポケモン声優他の方もたくさん出られていたんですけれども、こう引き継ぎってところもね良かったかなと思います。ちなみにね、裏ではね映画版のコナンで灰原哀もね大活躍してたんで、これ林原めぐみさんがね一日活躍し続けた日じゃなかったかなと思います。まあ、今後もね気になるっていうのをピックアップしていこうと思うので、ぜひ皆さんのね第1話第2話を見て感想だったりとか、ここも良かった、もしくはサトシの物語のねクライマックスからどうだったのか、ぜひねコメント等で教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。